皆さんおはようございます。今日も御言葉から恵みを分かち合わさせていただきたいと思います。今日はマタイの13章の47節から50節ですね、となります。またイエス様の例え話シリーズです。お読みします。また天の御国は海に投げ入れてあらゆる種類の魚を集める網のようなものです。網がいっぱいになると人々はそれを岸に引き上げ、座って良いものは入れ物に入れ、悪いものは外に投げ捨てます。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しい者たちの中から悪い者どもをより分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。アメン。まあ、あまりですね、ポジティブに感じない、そのような箇所かなと思います。数回前にやった毒麦の例えもですね、同じようなテーマだったんですね。まあ、ここで何を言ってるか、この世の終わりには裁きがあるんだということを教えています。福音を信じる者、イエス様の救いを受け入れた者と、そうでない者とにより分けられるんだというんですね。漁師がですね、地引き網を自分のもとに引っ張ってくるように、この世の終わりに神様もですね、全ての人をご自分のもとに引き寄せ、イエス様を信じる者とそうでない者とを分けるというんですね。まあ、ここで読むとですね、良いものは入れ物に入れ、悪いものは外に投げ捨てますと書いてあります。良いものと悪いものを分けるっていうんですね。良いもの、それは何か、イエス様を信じる正しいもの、いや、その人が自分の力で正しくなったのか、良いことをしたのか、そうではなくて、もともと罪人だったものがイエス様にある罪の救いを受け入れたため、もともと汚かったものが神様にあって義とされた、もう許された罪人、もともとは罪人だったけど正しいものとされたもの、そのものを正しいものと言ってるんですね。そして悪いもの、イエス様を信じていないもの、それはまだ罪の中に囚われていて、イエス様を信じる、そして罪許される、その選択をすることができなかったものだということを言ってるんです。信じるものを神の国という器に入れ、そうでないものを火の燃える炉に投げ込むとここで書かれてます。神様にとってもですね、この火の燃える炉に投げ込むっていうことは本当に心の痛い、本当に大きな悲しみなんですね。あまり嬉しいですね、メッセージじゃないかもしれない。でもこの現実があるんだということを私たちはですね、知る必要があるんですね。この現実があるから私たちにとって福音がどれほど大きいものかわかるんですね。この現実があるから、それを知るから、私たちがですね、人々のために、あ、本当に立ち上がらなければならないと知ることができるわけなんです。私たちはもうすでにこの入れ物に入れられているかもしれません。まあ、ある人はまだかもしれない。その人はですね、今日ですね、イエス様、あなたが私の罪のために十字架にかかって死んでくれたことをありがとう。あなたを私の人生の主とします。私の今までの罪、神様から離れたその人生、ごめんなさい。そのようにする中で、私たちもこの良い入れ物に入れられることができます。でもですね、私たちの友人はみんながその中に入れてるか、そうでないでしょう。私たちはですね、福音に対して真剣になる必要があるんです。友達もこのですね、地引き網引かれて神のもとに行った時、良いものに、良い器に入れられるように、自分の家族もその良い器に入れられるように、その家族のために祈り、そしてこの福音を語る必要があるんですね。自分自身のことだけでなく、愛する友人が、家族がこの入れ物に入ることができるように、立ち上がって福音を語るものとされていきたいと思います。祈ります。天の愛するお父様、ありがとうございます。私たちを本当に良いものとしてくださって、もともと悪かったのに、罪深かったのに、汚かったのに、良いものと作り変えてくださって、神様、あなたのその良い入れ物に入れてくださることをありがとうございます。どうか私たちが家族のため、友人のため立ち上がり、祈り、また福音を語るものとして、強くしてください。私たちは臆病なものです。勇気が出ません。でも全く愛は恐れを締め出すとあるから、神様、あなたが私たちに触れ、
あなたの全く愛によって勇気を力を与えてください。感謝し期待し愛するイエス様の御名によってお祈りします。アメン。神様の祝福がありますようにお祈りしてます。 God bless you.